はい、マッスルです。本日ご紹介するのはこちら、エクセレントモデルセイントセイヤ、ペガサスセイヤとドラゴンの支流になります。こちらはですね、2007年の6月中旬頃に発売したフィギュアとなります。実家に久しぶりに帰ってきまして、まだね開けてなかったフィギュアがあって、2007年の商品になるんですが、当時造形が素晴らしいなと思ってすぐに買った商品なんですよ。ラインナップが記載されております。セイヤシルの他にアテナ、サオリさんが、ラインナップとして含まれてました。それ以外のブロンズセイントだったりゴールドセイントっていうのは発売してはいなかったみたいですね。箱も古いでしょう。開けないでずっと保管してて、なんで開けなかったんだろうって思いますね。こんな感じですね。はい、ではペガサスセイヤから見ていきたいと思います。2006年のフィギュア、どんなもんなんでしょうね。ブリスターも特に劣化がなく、しっかり入ってそうですね。さ、出します。さ、どうだ。お、あ、すごい、かなりいい感じ。うわ、かっこいいですね。さあ、では開けていきましょうか。こちらに台座ついてるんですね。これが台座。うん、ゴールド仕様ですね。プラに塗ってる感じですかね。こちらがペガサスのセイヤですね。ディティールすごくないですか。彩色もすごい細かい。2006年ですよ。めちゃめちゃすごいですね。かっこいい。これは、うん、ゆるくついてますね。なぜなんだろう。なぜここだけゆるくついてるのがちょっとわからないんですが、表情も素晴らしいですね。足裏にジョイント口がありますので、台座につけていきます。いかがでしょう？めちゃめちゃかっこいいですね。セイヤのこのフォームね。これもいいですね。シルバー塗装やゴールド、金の塗装かな？これももうテカテカで素晴らしい。お尻の造形もいいですね。細かい。なんで2006年の時に開けなかったんだろうな。保管しておきたかったんでしょうね、当時の僕は。アップの表情どうでしょうか。指の細かい造形美も美しいですね。髪は軟質になってますが、結構固めですね。押し入れに入っていたので、温度管理はできていないんですが、直射日光からはきっちり守れていたので、特に見た感じ劣化なしというか、造形美美しすぎる。足のラインもセイントセイヤ独特のこの美しい流れ、メガハウスさんあっぱれですね。これがですよ、当時4400円の税込みですよ。すげー。横後ろ美しい。しっかり台座固定で見ても美しいですね。うわー、やっぱこの角度いいですね。素晴らしい。最高ですね、セイヤ。続きまして、シリュウ見ていきましょう。箱の角もですね、結構劣化きてるんですが、よく持ってくれた。ブリスターはやっぱり劣化しないですね。素晴らしい、本当に。すごい。うわ、このシリューやば。ではブリスター開けていきます。うわー、すごい美しい。こちらがシリューの台座になりまして、これシルバーじゃなくてちょっとねパープル入ってる。うん、美しいですね。こちらがシリュー、台座なくても自立するんですね。めっちゃめっちゃ美しい。うわ、すごい。髪とかもね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。伝わりますかね。めちゃめちゃ造形美しい。これが2006年でできてたの、すごいな。うわ、めっちゃか、うわ、すごい。顔の表情も素晴らしいですね。髪は少々グリーンがかってますね。クロスもブルーとグリーンのちょうど中間くらいのメッキ塗装になってます。顔の表情も素晴らしい。肩アーマーの造形も本当に細かい。ドラゴンの腕のこちら、怪我などを覆う
布なんでしょうけど、汚れ具合など素晴らしいですね。そしてドラゴンの盾、うわ美しい。指もすごいですね。カニ爪みたいな造形になってますね。素晴らしい。そして右手のクロスも素晴らしいですね。ロザン昇竜派を放つ腕ですね。指の造形も細かい、バンテージみたいなのが巻かれていると。素晴らしい。髪がね流れるようで美しいんですよ。すごい。下半身のクロスもですね、綺麗ですね。いやいや何度も言っちゃうんですが、これ2006年なんだ。素晴らしい。ジョイント口あるので台座につけてまいりましょう。台座に乗せるとこのような形ですね。変わってますよね。長いんですよ。すごい、あ、いい意味で新しい。影ができている、台座というよりは影ができているようなイメージだったんでしょうかね。面白い。セイヤと並べるとこんな感じになります。ペガサス流星剣が腰をすごくこう落として出す技だというのが分かりますね。対峙することもできますね。こんな感じでしょうか。なんでシリーズ化でもっと増えなかったんでしょうね。私ヒョウが好きなので、ヒョウがねあったら欲しかったな。今回はメガハウスさんから2007年6月頃に発売されたエクセレントモデルのセイントセイヤ、セイヤとシリューをレビューしてまいりました。懐かしいアイテムって今も色褪せなくていいですよね。まだまだ実家にいろんなフィギュア眠ってると思うので、ちょっと取り出して遊んでみようと思います。こちらも踏まえメガハウスさんのフィギュア今後も注目していきたいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。